こいっていうのを最後僕は伝えられたらなという。その給水シーンがこちら。中村唯翔に給水を渡すのは湯原圭吾4年生です。今大会1区にエントリーされていましたが、コース変更で走ることはできませんでした。今給水を渡して何か声をかけています。走れない悔しさっていうのは絶対にあると思うんですけど、それ以上にその後輩の背中を押してあげたいという、熱くなるものがあるなっていうのをすごく感じました。先輩の思いを受け取った中村選手は14年ぶりに区間新記録、圧巻の走りで10区へと襷をつなぎました。総合優勝に向かい走り始めた中倉博信選手、これはもしかしたら大会記録出るかもしれないぞという雰囲気は漂ってました。その時選手情報で去年の悔しい思いっていうのは選手はあったんでしょうか。はい、そうですね、まあ去年初めてながらに2区を走らせてもらって、まあ、区間14位という形で不甲斐ない走りをしてしまったので、まあ、その悔しい思いをしてから1年間絶対箱根でリベンジするっていう気持ちでやってきました。それから区間新記録、さらには金栗杯、いわゆる大会 MVP も獲得されました。まずおめでとうございます。ありがとうございます。区間新記録を出した気持ちはいかがですか。はい、まあ、区間新記録はスタートする前から狙っていたので、まあ、正直記録更新できて常に嬉しいです。大会 MVP も獲得しましたが、今日はいい朝を迎えたんじゃないですか。まあそうですね、 MVP もらったんですけど、それよりもやっぱ総合優勝の方が強くて、そっちの方がまあ嬉しいです。チームの優勝が一番嬉しいということなんですね。あの後藤アナウンサーのリポートにもありましたが、4年生のかつて箱根も走りました湯原選手からの給水の場面ありましたが、あの数秒間何か会話っていうのはされたんですか。まあ本当一言だけ、楽しんでこいっていうのをその時にもらいましたね。その言葉っていうのは中村選手にはどう響きましたか。まあ、本当終始楽しく、まあ、23.1 キロ走れたかなって思います。9区と言いますとエース区間2区の裏返し、袋のエース区間とも言われていますが、改めてどんなレースになりましたか。まあコース自体は、まあ、コース多少まあ変わることあるんですけど、やっぱあのコースは2区と9区どっち走ってもきついなっていうのは感じましたね。距離も長いですからね。ありがとうございます。さあそして10区を